はい、皆さん、こんにちは。黒星です。はい、ということで、皆さん、明けましておめでとうございます。2022年もね、皆さんよろしくお願いいたします。ということで、今回ですね、まあ、タイトルにある通りなんですけど、BF2042 とこれからについてっていう話をちょっとね、まあ、後半ちょっとしてからしようと思うので、まあ、一旦ですね、まずちょっと、せっかく新年なんで、雑談の方をさせていただこうかなと。まあ、本当に2、3分のところですけど。まず、まあ、2022年になってもう三が日も過ぎてるので、もう本当4日とかなんで今、撮ってるのが4日の朝なんで、もう結構ですね、遅いとは思うんですけど、一応僕の動画1本目ということで挨拶させてもらってて、で、まあ年末年始結構ですね、療養できたので、喉とかの方に関しては、まあ70、80ぐらい復活したので、まあぼちぼちね、本調子に戻ってくるのかなって感じなんですけど、なんで、まあそしたらもうちょっとね、なんて言うんだろう。スムーズに喋れるようになるかなと思いますけど、現状ね、まだね、喉が若干イガイガします。はい。で、まあ、あと、こっから宣伝ですね。宣伝が、今、はい、この画面に出てるやつですね。このイラストです。このイラストが、まあ、一応僕のイメージイラストになりますが、まあ、ネット特有のね、美化ですよ。すごい美化されてます。頭、首から上に関してはすごい美化された様子になってるので、まあ、リアルなそんな人はいませんけど、まあ、一応僕のイメージイラストです。で、首から下に関しては、スーツ着てますけど、これはリアルの僕にかなり寄せていますね。かなりこんな感じの格好をしています。はい。普通に、まあ、なんで、首から上は、まあ、なんだろ、虚像ですけど、まあ、首から下は結構本物だよということで、一応説明はしておこうと思います。なんで、スーツかっていうと、僕がもう365日中の出勤日は大体これを240日くらいこれを着てるからですね。はい、って感じです。なので、まあ、リアルの僕に近しい姿で描いてもらいましたよって感じですね。なんで、まあ、もう一個ね、イラストがあって、そっちの方が結構ね、ダルーンとした服を着てたりとかするので、まあ、オンオフ。結構これは本当に僕のリアルに近づいてる形になりますね。顔以外は。はい。って感じのイラストになってます。で、概要欄にですね、描いていただいた方載ってますので、シリさんって方ですね、に、描いていただいてますので、この人また、イラストの、依頼受け付けてると思いますんで、ぜひとも。興味ある方はね、一度、ツイッターの方に行かれて、詳細見てみてください。はい、ということで、まあ、宣伝とね、挨拶はこの辺にさせていただきまして、本編の方ですね。主題の BF とこれからについてですね。BF2042 の話をするのは多分この動画がね、久しぶりだと思うんですよね。感想動画とかを軽く出したりはしてみたんだけど、なんか別にそういった動画の需要もないので、僕はあんまりそういう話をもうしないでおこうと思って、あえてやってなかったんですけど、まあ、せっかくなんで、まあ、ちょっとこれからの見残り方についてもね、話したいなと思って、話させてもらうんですけど、まず BF2042 にかなりですね、今やばい状況にありまして、まあ、そんなことは皆さんもね、詳しく多分知ってると思うので、ナインさんとかの動画見てればね、多分、ね、知ってると思うんで、あえて僕が深く言う必要はないと思うんで、ある程度割愛させていただきますけど、基本的に今、人口の減少が止まっていないし、まあ、コミュニティ全体で下火になってる状況です。なので、まあ、結構人口が本当にやばくって、実はこの動画も、もともと撮った動画があって、その動画に納得いかなくて、もう一回撮ろうと思って、朝方ちょっと早く起きたんで、やってみようと思って、撮ろうと思って、マッチング買ってみたらマッチングしなくて、ゲームが。なんで、それにちょっと、まあ、あんま時間もなかったので、僕は。なんで、まあ、早く撮りたかったんで、もう今回は雑談スタイルって形に切り替えて撮ってるんですけど、この動画もね。でもそれぐらいもう普通のメインモード、オールアウトウォーのコンクエストとかですらマッチングが入らなかったんですよ。この時間だと朝6時ですけど。それぐらいの時間だともう入らなくて。三が日終わったとはいえ、まあなんだろう、暦通りの人以外とかは、大体学生さんとかはまだまだ全然休みだろうし、まあだからそういった人たちが全然やってないんだろうなっていうのが分かってしまったのがあって、いや、これは非常に悲しかったですね。実際マッチングしないとは言ってたけど、そんなにしない、本当にしないんだとは思ってなかったので、人が少ない時間であれ、やっぱこの最新作、結構対策ゲームの最新作が2ヶ月程度でこの程度っていうのが結構悲しかったですね。っていうのもあったので、まあ本当にね、人口減少は止まってないんだなっていうのは僕は結構身に染みたというか、データの上じゃなくて本当に実体験として本当にかそってるんだなっていうのが分かっちゃったのが結構ショックだったんですけど、なので、BF2042、とりあえず僕はしばらくは BF にまだ居座ろうと思ってるので、居座ろうって言い方も良くないけどね。BF にもちろん残ろうと思ってるので、一応2022年も引き続き BF をやる次第です。
別のリーグに移行してとかはとりあえずするではないですね。まあ試しになんかやってみることもあるかもしれないけど、基本的にはベースはビーフに腰を据える形で。で、なんですけど、まあ、ペースに関してはこれからも同じような感じでやっていきます。なんか、僕があえてコミュニティを盛り上げようとか、そのコミュニティサーバー作ったりとかして、なんか盛り上げようとかまでは申し訳ないとしません、僕は。でも、ナインさんとかがやるのに参加したりはするかもしれないし、なんかそういった形で、僕のことを目撃することあるかもしれないですけど、基本的に僕からやることは基本的にないです。自分から何かするのとかはあんま得意じゃないんでね。で、基本的に受け身でやっていきます。で、まあ、それもまあ別になんかもっと活動したい欲はあるんだけど、まあ僕のモチベーションの問題です、これは単純に。っていうので、なんで、まあこれからも、今と変わらないぐらい、まあ、良くなる可能性は多少あるけど、まあ、ひとまずはとりあえず今の、なんていうんだろう、適当なペースですね。月、多分4号ぐらいかな、本数でいくと。それぐらいのペースで、ぼちぼちやらせていただこうかなと思います。で、まあ、BF に出るように今、下火ですけど、正直僕、これからまた上がってくると思ってます。で、そしてまたなんかコンテンツがいっぱい出たりとかして、なんか動画の需要が上がってくれば、なんかそこに、向かって動画の本数が上がったり、本数が増えたりとか、ペースが上がったりとかすると思うので、まあ、その辺もなんか、まあ、臨機応変にやらせていただこうかなと。現状でも3月に来るだろうシーズン1までは今の感じでぼちぼちやらせてもらおうかなと、思います。はい。って感じですね。で、なんでまあ僕はナインさんみたいにすごい BF に愛があって、心中できますよぐらいの感じの人間ではないので、少なくとも。別にそんな、なんか BF とは腐れ縁だぐらいだと思ってるので、まあ別に見捨てることはしないけど、まあ決してそんなにすごい擁護して、すごいなんか頑張ってもやるよみたいな感じにはならない。なんか やろうとは思ってないので。ということで、まあそういうのが見たい人はナインさんの方のチャンネルに行っていただいて、ナインさんのことを応援してあげてください。はい。ということで、まあ僕の身の振り方で、まあこんな感じでいこうかなと。まあだからビーフニジロに、だからそれで戻ってくると思ってるんですよ、僕、本当に。さっきも言ったように、ビーフニジロに、なんだろう、シーズン1とか、どのタイミングか正直わからないんですけど、シーズン1かもしれないし、シーズン2かもしれないし、はたまた全然関係ないタイミングで、なんか有名なインフルエンサーの人とかやったことになったり、やったことによったりとか、まあ、単純にゲームのアップデートが大きく来て、なんかシーズン以外とかで来て、調整ですごい良くなったりとか、いろんな要因で元に戻る可能性というか、人口が増える可能性もあるので、実際 Apex とかって一時期なんかアップデート失敗してからすごい低迷したりとかしたんですけど、そっから盛り返したケースってあるので、Apex もほんと最初だけ盛り上がって、そっから日本に来てもうめっちゃゴミみたいになっちゃって、で、その後なんかまた、フォトナとか来て、そっからフォトナが去った後、APEX って本当にすごい勢いで伸びて、今って日本の派遣 FPS になってますけど、そんなことってまああるので、結構そういうのにかけてね、まあ僕はだからもうちょっと細々と、ビーフに関しては皆さんが忘れない程度にね、認知活動をし続けようと思います。はい、そんな感じで、まあ、なんだろう、公式おサボり発言をさせてもらいましたけど、まあ僕もだから腐れ縁は大事にしてね、細々とやっていこうって感じです。はい。ってことでね、まあ別に動画のなんか、動画を作りたいっていう気持ちはあるので、動画にしてほしいネタがあれば、なんか言ってくれたらもしかしたら、その動画のネタを、コメントで書いてくれたネタを採用する可能性もあるので、なんかまあそういう、なんだろう、物好きな方がいらっしゃいましたら、ぜひともその辺もよろしくお願いします。はい、って感じで、まあ新年のご挨拶ということにさせていただこうと思います。はい。ということでね、まあ、次回は実況動画だと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。それでは、バイバイ。